去年12月にリニューアルしたテレキュー福岡本社の花壇。おーい、ジュリアンどこ行った？ジュリアン出ておいで。おーい、ジュリアン。花壇に向かって叫んでどうしたんですか？冬に植えた紫ジュリアンが見つからない。ああ、あれは冬の花で暑さに弱いから枯れちゃったんでしょう。ジュリアン！ロッキーのつもりか。それじゃ花壇を夏仕様に変更しましょうか。幸せの種をまこう、喜びの種をまこう。まずは屋上菜園通信。種から芽を出した人参とトウモロコシ、ちょっと心が痛みますが、養分を集中させるため間引きをしましょう。どちらも収穫楽しみですね。だな。屋上菜園は夏に向けて順調ですね。じゃあみんなで花壇行くか。せーの、よいしょ、よいしょ。着いた。国分さん、夏に向けてのおすすめの花って何ですか？ペチュニアでしょ。テリニアにアジサイなんかもいいですよね。ということで、冬の花から夏の花へ植え替え開始。まずは爽やかな花を咲かせるスーパートレニア。スーパートレニアは結構崩してもらって大丈夫です。こうしていただくとどんどん株が大きくなります。植えるときは根が張りやすいようにちょっと深めに。成長が早いので間隔を空けるのもポイント。隣にピンクと白のペチュニアも植えました。最近は秋頃まで楽しめる品種も増えているアジサイ。今回植えるのはラグランジアです。これ実は初めはグリーンなんですよ。でホワイトになって最後の方に行くとピンクに変わります。3色楽しめちゃうわけですね。色の変化も楽しめます。すごい、観察しなきゃ。ツイッターで空の観察日誌公開中です。楽しみですよね。できた、できた。爽やか。ゆきさんと桜井さん、東北の実況されてますよね。もしよかったらバットの素材になる青玉の苗木植えてみてください。わー、ありがとうございます。ホークスといえば玉下筑後、行ってきました。ホークスと我々がコラボして誕生した畑、筑後ファームファーム。選手にも協力いただき、花と野菜の苗を植えて看板も設置。玉下筑後を訪れた際はチェックしてみてください。